先ほどあのカー用品とかね、うん、あの携帯スマホのアクセサリーっていうとどうしてもそのあの男性があのユーザーとしてほとんどだったんですね。確かに確かに。ホームページにのフォロワーなんかはほとんど9割が男性だったんですけども、うん、このあのちいかわ、すみこ暮らしさんとコラボすることでですね、うん、実はあのフォロワーがあの半分半分になる。マジすごい。すごいですね。女性からもですね、非常に玉電子工業はあの、まあフォローしていただいている状況になりました。はい。おかげさまで。確かにこのイヤポッツのケースですか、うん、とかも形も丸くて、卵みたいね。そうそう、卵みたいな。幅も取らないし、キャラクターの絵もね、すごく可愛く描いてあるし、で、これは欲しくなるの分かるよね。うん。このあの、ちいかわのイヤホン、耳のイヤホン、刺す場所にもちいかわの顔が描いてある。あ、そうなの。本当だ。めちゃくちゃ可愛いです、ね。じゃ耳からキャラクターがちょっと見える感じ。そう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 。可愛い。そりゃ欲しくなるわーって思う。なんかイヤリングみたいな感じかもね。いや、そうですよね、本当に。